ここだけ、ウタとルフィが一緒に冒険したら、ただし、ウタはホビホビの実の能力でルフィのマスコットとして、パート2、に対する読者の反応集。パート1を見ていない方は、先にパート1を見ることをお勧めします。概要欄に URL 記載あり、それではどうぞ。マエスレの共通概念、ウタの玩具姿はオルゴールついてるけどなぜかうまくならないウタ姫人形とする。別スレ概念、玩具時代のウタから見た一味のあれこれ。ルフィ、長年一緒で粗末に扱う時もあったけど、一番大切な幼馴染なのでくっついてる時間が多い。あと、玩具時代によくルフィが昼寝する時に上に乗って寝てたため、人間に戻ってからも名残がある。ゾロ、筋トレしてる時に邪魔にならないように隅っこに置いてる。あと昼寝してる時に上に乗ってるため、人間に戻ってからも名残がある。ルフィほどの頻度ではない。ナミ、いつも自分が傷ついたら裁縫してくれて直してくれてたので好き。あと、仲間の愚痴に対してよく聞いてるため、ある意味お姉さん的な立場にいる。ウソップ、見張りの時によく嘘話をしてくれるし時々人形用の洋服を作ってくれたりする。後に戦闘面では意外と相性が良い。ドレスローザの時に自分を戻してくれた時からは、神様のように崇めている。多分ルフィがいないとこの中で一番好感度高い。サンジ、人形だが女性のように扱っている。自分でも不思議に感じるが、ホールケーキアイランドでウタと初対面した時に死ぬ。精神が、ビビ、ナミと同じくらい優しくしてもらい、個人的には好き。ただバロックワークス時代の時に頭をかすった時は死を覚悟した。チョッパー、最初動く玩具見た時は驚かれたが、徐々に仲良くなった。時々ままごととしてロビンと一緒にお医者さんごっこしてた。ロビン、おもちゃになった自分とよく遊んでくれた人。時々チョッパーとおままごとでお医者さんごっこしてた。一度フランキーに改造されそうになったところをかばってからは、お母さん的な感情を持ってる。また、ロビンもおもちゃになっていたので気持ちが一番共有できる人。フランキー、ウソップをボコボコにしたことと、よく自分を改造しようとしてきたから一番苦手。でも玩具の自分でも少しだけ戦えるように武器を作ってくれたことは感謝してる。ブルック、一番自分と会話してくれた人。そして、自分がおもちゃになってる事実を隠してくれた人。私と音楽を楽しんでくれた人。恩人。ジンベイ、頂上戦争の時と魚人島の時にルフィを助けてくれて、感謝してる。おそらくウソップが戻してくれなかったら2番目に好感度が高い人。スレタテオツです。玩具ウタ概念、なかなか壮絶なことになってきたな。マエスレの鬼ヶ島でウタウタ初披露概念なら、クイーンのライブフロアにシルエットが浮かび上がって、トーンダイアル経由で音楽が鳴り響いて、鬼ヶ島一階の敵を、私は最強、って一網打尽にするとか良いな。雑魚は倒せるんだけど根付きの来ないから時間制限はあるし、物理的に硬いキングとか真打ち以上には歯が立たなかったりしそう。そういえばデイビーバックファイト編はどうなるんだろ？動くおもちゃとして勧誘されるのかな？基本的に仇役からはしがみもかけられない存在であってほしい。物語的に活躍するときはするんだけど徹底してこのおもちゃいる？って思われるような存在でいてほしい。わかる、すごくわかる。読者にすら、こいついる？船降りろ、ちゃんと要所要所で活躍はしてるんだよ。ただ他の一味と比べるとできないことが多すぎる。って言われてる存在であってほしい。その全部を一味たちは、うるせえ、ウタは俺たちの仲間、家族、って跳ねのけてるのが常からの、これで読者の精神破壊してくれ。なんならルフィやゾロやサンジがたまにウタをかばって戦況を悪化させたりして、こいつなかったらこんな苦戦しなかっただろ。って読者に思わせてるまでやるを出せんなら。でも、その後きっちり相手を罠にはめたり、相手の顔面に張り付いたりして勝ち星も上げてる。第1話でウタの名前が出ていると玩具ウタに名前を付けるくだりで分かってしまう。シャンクスの娘でルフィの幼馴染の女の子がいるという事実だけ1話で見せるみたいな流れになる。でもハッピーエンドが確定してるからよし、ウタの10年間と人格？本編よりマシでしょ。Z 本編がひどすぎて何やったらこれ以下があるかわからないレベルやねん。これも相当曇ってるのに。すでに最初の方で映画マジで歌のメンタルやりすぎだろ、勝てねえ、みたいになってたの本当にすごい。映画が一番歌が最後まで救われない報われない人生なんだもん。待てよ。ドレスローザの動くおもちゃが悪魔の実の能力ってことは、もしかして。どうしたんですかウソランド？すごい汗ですけど。あーいや、悪い、実俺たちの船にも動くおもちゃがいてよ。ええ。
どうやらこいつは、俺たちにとっても失敗できねえ作戦になりそうだぜ。仲間になりたての頃、ルフィから、こいつはシャンクスがドレスなんとかって島に行った時についてきてた人形なんだ、と聞いたことを思い出した時の反応が見たい。めたいけどこの世界線の読者の中には、元の姿に戻った歌を見て、も、と、知って、おもちゃの頃の方が良かった、っていう派閥もいるんだろうな。SOP 作戦の時に、要は、シュガーの意識を立てばいいのね。敵黒瓶の意味深なカットが挟まる。え、ちょっと待って、おるの？おる気なの？この見た目の私の首を？ロビンに殺されるのいや。じゃあ鏡海賊団のおじさんたちとお話ししようね。元に戻った時はルフィ側じゃなくてサボの近くにいて、襲ってくる敵に多勢に無勢かなってサボが焦ったら、私を信じて、って背後で立ち上がって、さあ、行くよ。って歌い出して、散々な思い出は、悲しみをうがつほど、と歌いながらぶっ飛ばしていく歌が見たい。助けられて改めて船に乗った。この場合は帰ってくるが正しい。あとは一味の中でも相当強い戦力になるし、歌姫の本領発揮するの本当にいいキャラしてる。ドレスローザでホビホビの能力の内容を聞けば、一味も読者もあることに気づいて青ざめた表情しそう。過去一のぞ。顔を見せてほしいよね。そして真相発覚でいろいろ更新してほしい。回想では初めての同性の友達と楽しい日々を過ごして、彼女のこと、ルフィに話してあげよう、とか思ってたら、実はその正体がドフラミンゴの指令で近づいてきたシュガーで盛大に裏切られてしまうんですね。これワンピの作品規模も相まってマスコットキャラクターそのものへのオタクの捉え方や扱い方も変える可能性がある、革命じゃん。一話にこんなやりとりがあるんだ。ルフィ、なんであいつは良くて俺はダメなんだよ。シャンクス、娘が親と一緒にいるのは当たり前だろ。そしてその後も影も形も娘が出てこなくて一番の謎発言になるんだ。天才すぎる。これなら名前も出てないのにルフィが執着してる。仲が良い。シャンクスの娘がいるという事実がちゃんと端的に1話でわかる。ご飯、いや私は玩具だし、あ、今は人間か。なんでお腹が、あ、お腹減ったってことか。10年も人形のままなら物を食べたら味がするって感覚も忘れてそう。しばらくの間は何か食べても、しょっぱいってこんな感じだったっけ。ねえ、これってしょっぱい？クッキーって甘いんだよね。私、ちゃんと甘いってわかってるよね。って不安そうに尋ねててほしい。いつものように食堂で座ってみんなの食事を眺めてたら、3時にスープを用意されて首をかしげる歌、曇る3時。忘れてたサボと忘れられた歌が一度に出てくるドレスローザ。読者もルフィも泣きすぎてふやけてしまう。この世界の小田先生は読者から、これがやりたくて連載してたんだろ？って言われるやつ。1話からこの展開考えてたとか正気じゃねえ。ってドン引きされるとともにやっぱ小田先生曇らせ大好きだろって改めて評価が進むやつ。個人的なイメージ困難だった。これで背中に壊れたオルゴール背負ってる。雑魚の上に石落としたり、爆弾設置したり、こっそり鍵盗んできたりしそう。この歌は多分ちっちゃな空き瓶の蓋か何かで兄弟杯に参加してるやつ。風車村に来た時点で歌のみ食べてるはずだし、一挙シュガーボコボコにする&ドレスローザ国民眠らせて落ち着かせるみたいな大活躍させよう。そんで冷や汗だらだらでどうなってるって叫ぶミンゴと、ブチギレながらクルルフィー&ロー。キュロス出現とともに歌復活か、どのタイミングでルフィに合流させるか。つくもがみうんぬんの回答からルフィが子供時代から大事にしてたから動いてんのかな？もしかして悪魔の実を食べたぬいぐるみ？アラバスタで実を食べたものの概念が出てくる、みたいな考察。サボやエースと出会った時には動いててあれ？つくもがみになるには期間短くない？って違和感を抱く読者が出てくる。ドレスローザで、あーこの国出身だったのか、からのホビホビ真実。読者は死ぬ。ルフィの笑いだけみたいに孤独つらすぎて人形を家族とか言ってる闇深すぎ、とか言われててほしい。真相が判明してさすがルフィってなってほしい。多分ここやし村で麦わら帽子と一緒に波に預けられる。こっちは任せて行ってこい。みたいな動きする。元に戻ってからお互いワンワン泣きながら抱き合ってほしい。ルフィは、ずっと気づいてやれなくてごめん。っていうし、歌は、ずっと一緒にいてくれてありがとう。っていう。よく一味の足を引っ張るけどたまにものすごい良いタイミングで活躍するタイプの人形歌が、
主人公ルフィの大切なものだからってずっと無条件、本当は無条件なんかじゃないんだけど、に船乗ってる事実にイライラしてる読者ほど刺さってブオエってなるタイプのやべえエピソードだ。壊れたからメリーを乗り換えるって話をしてる時にどんな思いだったんだろうね。自分の服のほつれを見て涙も出ないのに泣いてたんだろうね。涙は流せないのに心だけはじくじくと痛むから声を上げてしまい、そしてそれはオルゴールの音色となる。歌は泣くことすらできないんだね。フィルムレッドよりは幸福だけど十二分にハードモードな人生だな。歌の体からキーキー音が鳴る時は歌が泣いてた時だったんですね。泣くわなんてことない日常シーンでもたまにキーキーなってて、読者からこれ何の音？って言われてるんだ。泣いてるんだよね。1話からいるから読み返すたびにダメージ入るんだけど、どうなってんのこれ。人形でいる時間が長すぎて服に無頓着な歌。お風呂に服着たまま入ろうとして周りに止められ、あ、脱がなきゃいけないんだっけ？ってその場で脱ぎ始めるんだ。そういう性癖をこのスレで植え付けられてしまった。自分が大人の女性という自覚は玩具か時期の長さからもちろんないし、女の子という自覚も薄いし、なんなら人間であるという認識すら助けられてすぐはあるか怪しい。人形化が解けてドレスローザが大混乱になる回のラストで、存在しない記憶による混乱と徐々に大きくなるおんぶしていた歌の重量でうずくまるルフィ。次の回から回想編に入るんだよね。ルフィがうずくまるのはただ生身で生きている歌の重みに耐えかねたとかそんなんじゃないんだ。今までの人生全部が背中にあるんだよ。夜の甲板。ネズの番を担当するブルックがバイオリンを奏でていると、歌がテチテチと歩いてくる。こんばんは、お嬢さん。ちょいと手を挙げて答え、音楽に合わせるようにくるくると踊る歌。ねえ、お嬢さん。皆さんはおっしゃいませんでしたが、あなたも、私と似たようなものなのではないですか？ピタリ、と歌は踊るのをやめてブルックおじい、と見上げる。あなたには確かに、人の魂を感じます。ええ、ご覧の通り死んでるものですから。そういうのには敏感で。キーキーと、歌の体から壊れたオルゴールが鳴る。これは悲しみのメロディーだ。ブルックは、彼女を人間の魂がおもちゃに宿っているものと考えて声をかけたのだが、どうやら違ったようだ。おもちゃ、おもちゃ、ああ、まさか、そんな。バイオリンを奏でる手を止めて、しゃがみ込む。数十年前、ある国で猛威を振るった恐ろしい悪魔の実を聞いたことがあります。生き物をおもちゃに変える恐ろしい力、人間を変えたならば、周囲からその記憶を消してしまうのだと、こうしちゃおれない。すぐにルフィさんたちに知らせねばと焦るブルックの袖を引く歌。人間としての自分を覚えられていない、事実を再び突きつけられるのに耐えられない歌の気持ちを、なんとなく察してブルックは黙っていることを約束した。というない回想を思い出して泣いてる。本編ではブルックが少し寂しそうに歌を撫でて、キーキーと音を鳴らすシーンが挟まれてるんだよね。スリラーバークでは、ウソップと一緒にペローナ戦で活躍してそうだな。ネガティブフォローが全く効かない歌、おもちゃだからなってネタにされるが正体が判明した途端意味合いが変わるんだよね。改めて、ホビホビヤバすぎねえ。歌の実が出るまで長い間ぶっ壊れ悪魔の実レーストップを、オペオペと一緒に独走してただけはある。ルフィは帽子くらいに大事にしててほしいな。実際シャンクスからもらったものだから帽子の次くらいには宝物なんだよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録。高評価お願いします。